スパワールドスパワールドは、大阪市な庭区にある温泉をテーマとした、娯楽施設。キャッチフレーズは、美と健康の24時間快適空間。株式会社阪神住立が運営。天皇寺世界の温泉という源泉を要する、都市型の温浴施設で、1997年7月18日に開業した。新世界のランドマークである通天閣の南側。 ジャンジャン横丁の西側に位置する。かつては西隣に同時期に開業したフェスティバルゲートがあった7月31日に営業終了。現在は解体され、マルハンがドンキホーテを各テナントにした商業施設を2015年2月27日に開業した。温泉は4階にヨーロッパ、6階にアジアと2つの地域をイメージしたフロアに分かれ、 さらにそのフロア内に主な国の代表的な浴場を配置。浴場には各国の装飾を随所にあしらっている。岩盤浴やサウナ、スポーツジムも併設されている。温泉以外では、ウォータースライダーなどのアトラクションが目玉の温水プール、フードゾーンと題した飲食店のフロア、男女別のエステサロンや複数のマッサージを提供するフロアもあるなど、バラエティに富んでいる。 上層階にホテルも併設しており、和洋、代償様々な客室を設けている。ミシュランが旅行者向けに発行しているミシュラングリーンガイドジャポンに掲載され、一つ星の評価を得た。ありがとうございます。